大口記録から1957年1月27日は日本の政治家。豊橋市長や明治憲法下の衆議院議員などを務めた。大口記録は廃藩地検前の三河国豊橋藩船長で明治3年5月25日に生まれた。陽明、李一郎、号和、大山。東京帝国大学専科で薬学を学び、企業語薬局を開業した。 政治家を志し、1893年、海新党に入党。1895年、豊橋町議に、当選。1898年、三浦碧水の後継者として、豊橋町長に就任した。1906年8月1日市政を施行し、初代市長に選ばれた。翌年1907年に、豊橋市長に、就任。1912年に、 市長を退任した。1912年から1942年まで衆議院議員を10期務めた。その間、1914年から1916年、1938年から1940年に豊橋市長に再任している。1930年、浜口内閣の金解金に反対して、石橋丹山、小浜都市なり、 高橋亀吉らと共に全国を遊説した。1940年国民厚生金庫が設立され、その理事長に就任した。1942年の翌3選挙では、大政翌3会の推薦を受けて再選した。戦後、公職追放となり、追放解除後の1953年、豊橋市名誉市民となる。1957年1月27日、 没した。また、二連目上司に邸宅を建て、現在は、大口公園となっている。ありがとうございます。